Welcome back. It seems like we've finished yet another chapter, the Eagle Union chapter. So who are we going on to next, I wonder? Let's go see. Akagi, 今晩会ってくれると聞いて、ここに来るまでいろいろと調べてきたんだ。それはそれは。さすがお仕事に熱心ね。何か不正の証拠でも見つけられた？早速だが、質問をさせていただこう。どうぞ。こちらも答えるために来たのよ。まず一つ目だ。どうやって私の連絡先を知った？あら、それわざわざ今ここで質問をすることかしら。さすがだな、赤に。私の連絡先程度知っていたのだな。くらいで流してもらうことじゃなくて？で、どうやって知ったんだ？そんなに知りたいのか。なら答えるわよ。緊急でエンタープライズさんに連絡を取る必要があります。彼女の連絡先を教えていただけないでしょうか？そう言って頼んだのよ、ヨークタウンさんに。ヨークタウン姉さん。まあ他ならぬ赤木相手だからいいが、その連絡先みだりに人には教えないでくれよ。当たり前でしょ。無敵の女が個人情報の漏洩は気にするのか。私だけでなく、もし仲間のことまで全部握られていたりしたら恐ろしいじゃないか。疑問を持つのはもっともだろう。そうね、安心して。プライバシーにはうるさいから私で。他にもっと大事なことを聞かなくてはいけないのではなくて？まだ若干気になるが、正直その通りだな。では待って、質問は3回までよ。あと2回以内にしてちょうだい。はあ、そろそろ本題に入らせていただく。ええ、早くして。キューブとは何だ？獣王のものではないのだろう。それ一度に2つの質問をしているようだけど、特別に許してあげるわ。はい、ご指摘の通りよ。全く未知のものであり、キューブが何かはわからないから、この合同大演習を使って集めているのよ。考えたな。一石二鳥というわけだ。そう、演習にかこつけて皆様に集めていただいているわけ。黙っていたことが不快であればごめん遊ばせ。不快ではないが、わざわざこのような手段を取っていることがこちらとしては大いに気になるわけだ。キューブが獣王のものでないなら疑問が浮かぶ。少なくともキューブのある位置については正確に把握し、その上で連日の演習を開いていることになるわけだが、ここ数ヶ月前まで獣王がキューブの情報を得て調べているような兆候は一切なかった。ああ、心配しないでくれ。この件についてはこれ以上赤木に質問をする気はないんだ。すでに確信があるから。独り言を続けさせてくれればそれでいい。ほう、ではその独り言勝手に聞かせてもらうわ。ありがたい。合同大演習開催の1週間くらい前になるのか。こんな号外が獣王内で配られていたんだな。読み上げるぞ。セイレーンと交戦を行い、相手の出鼻をくじき、見事勝利に導いた戦艦と駆逐艦、獣王の未来を担う新コンビ、次世代のエース駿河と島風、ここにあり。思ったより入手は難しくなかった。何しろ獣王内で大々的に配られたものだったようだから、友人に聞き回ればあっさり手に入ったぞ。現物を入手したのか。取り締まってもいないけど大したものね。どうやら我々やロイヤル鉄血が知らぬ間に島風と駿河がセイレーンと交戦まで行っている。二人が無事で本当に何よりだ。そしてその後に合同大演習でキューブ集めを実施ときた。これらに因果関係がないと思う方がおかしいだろう。キューブはセイレーンとの交戦の結果、おそらく偶発的にもたらされたもの。それが何らかの理由で流出であれば、
慌てて回収が必要なことにも納得がいく。そもそもセイレーン戦を律儀に各陣営へ報告してしまっていたら、島風と駿河は重要参考人として長期拘束されていただろうしな。若い二人を守るための手段でもあったと。喋りすぎてしまったかい？いえいえ、つくづくあなたは軍人より刑事か探偵の方が似合うと思いまして。天城姉様が生きていればさぞお会いしたくなるのでしょうに。なかなか笑える冗談だな。さて、では最後の質問をさせていただこう。何なりと。赤城、平和についてはどう考える？ The hell kind of question is that? 驚いた。いきなり哲学の質問になったわね。大事なことだ。聞かせてほしい。この合同大演習のように、すべての陣営が手を取り合い、これまで以上に親密になることよ。それが、私の願う平和で、天城姉様から託された、最後の思いよ。素晴らしい。心から同意をする。そう考えているなら安心だ。天城さんのことは、残念だったな。よして、昔のことよ。赤城のやり方、一個人としては理解をする。だがロイヤル、特に鉄血への対応は、今後も重々気をつけてくれ。すでに釘は刺しておいたが、さて、すっかり長くなってしまった。あえて話せて、嬉しかったよ、赤城。ええ、私も、とっても。加賀も、どうせ近くにいるんだろう。見張り、ご苦労様。それでは失礼する。やれやれ、グレイゴーストは相変わらずそこが見えん。What were you doing up there? 私の存在はバレていたようだが、わざわざあれの見送りは必要ないよな、姉様。ええ、大丈夫でしょ。夜も遅いわ。私たちも休むとしましょう。ああ、明日はいよいよ鉄血との演習か。何事もなければよいが。There's probably a lot that will happen. ラフィーさんとはもう少し長く戦いたかったですよ。うん。キューブを集めるのは楽しいけど面倒。それに戦ってる時も。キューブはすごく邪魔。そうそう、模擬弾を使っていることも相まって本気がちっとも出せません。演習としてはこれ以上ないくらいよくできていることになるけどね。確かに言われてみれば、島風が本来戦艦の方に真正面から戦うなんて無理ですものね。なるほど、バランスはうまく取れているような気がいたします。ラフィー、今度リミッター解除する？ちょ、勝てそうにないから結構です。ね、駿河殿。 I mean, I was gonna say like, no, I'm gonna go with no, please don't. あれ、体調が悪そう。さて、縁も竹縄だけど、もうそろそろ日付が変わっちゃうぞ。鉄血との演習が明日に控えてるんだろ。そうだ、島風、私たちは出ずっぱりなのだから休むぞ。はい、あのユニオンの皆さん、お誘いいただきありがとうございました。エンタープライズさんにもよろしくお伝えください。ええ、分かったわ。島風、バイバイ。飲み物おいしかった？ I mean, she just sounds adorable there with the bye bye, ね。バイバイ。中央のお茶もぜひ召し上がってください。それでは失礼します。I mean, you know why I paused? Yeah? おや？君たちは？エンタープライズさん、こんばんは。夜分お疲れ様です。君たちこそ演習お疲れ様。寮に戻るところかな。ええ。ユニオンの皆様につい先ほどまでご馳走していただいていました。
そうか、ご一緒できなくてすまなかったね。いえいえ、そんな。ユニオン、素敵なものばかりだろ。明日はぜひ鉄血とも交流を深めてくれ。応援しているよ。はい、 ありがとうございます。おやすみなさい。良くも悪くもセイレーンと何度も対峙をしたようには見えないな。演習の時ともまた違う人物に見える。君たちのような若者になるべく余計な苦労をさせたくないのだろうな、赤木。さて、駿河、無事部屋に着きましたね。うん、疲れていたのですね。すぐに気づけなくて申し訳ないです。あれ、どうかした？ What now? I'm sure everything's fine. 私には何も聞こえないけど。島風のこの耳、よく聞こえるんですよ。ちょっと様子を見てきます。話したいことがあったんだけど。いいわ。また明日ね。はい。おやすみなさい。物音がしたのはこっちからだけど。お、ロイヤルの皆さんだ。血相を変えてどうされたんでしょう。あら、島風ちゃん、あなたってもしかしてセイレーンにすっごく縁があったりしますか？ Straight to the point。 え、どうでしょう、何かあったのですか？はい、実は会場で警備に当たっている姉たちから緊急連絡がございました。鏡面海域の発生を今しがた確認したと。鏡面海域？セイレーンが突然出現するときにね、事前に辺りの海や気候がいびつに変化することがあります。大嵐や険しい霧の発生、そして変色する海、そういった異常気象が起こってしまった海域を指す言葉が鏡面海域ですよ。そろそろ一般的な情報としてみんなにも伝わるんじゃないでしょうか。覚えておいて損はないと思いますわ。つまりセイレーンの誰かがまたここに来ているということでございますか？ご明察でございます、島風様。12時の方向に大きなジャミング反応です。しかしこれはあまりにあからさまですね。こんな状況下でわざわざジャミングをするのは多分おとりでしょうね。でも無視もできませんわ。ベルファスト、ジャミングのある方はお願いできます？こちらは私に任せて。イラストリアス様、よろしいのですか？あなたは一人しかいないのですから。ここは二手に分かれましょう。結局どちらが本命なのかは分かりませんし、両方にいるかもしれませんしね。しかし、あの、僭越ながらこの島風、イラストリアさんのお供をさせていただけないでしょうか？まあ、あの赤城様も認める島風ちゃんが。素敵な申し出、感謝です。とっても心強いですわ。どう、ベルファスト、やっぱり心配ですか？いえ、滅相もございません。島風様、ご助力痛み入ります。それではどうかご武運を。万一のことがございましたらすぐに駆けつけますので。ええ、合図を決めておきましょう。はい、かしこまりました。じゃあ島風ちゃん、少しこの辺りを散歩してみましょうか。ええ、緊張感のある夜のお散歩ですね。うん、さっきまではこの近くでも反応がありました。きっとすぐそこよ。イラストリアさん、まさかあの人影はセイレーン？そのようですね。止まりなさい。 I wonder if this is going to be a different one。 おっと、見つかっちゃったか。
おとりに引っかからない頭のいいのがいたようだね。She's definitely missing something though. 島風ちゃん、私の後ろに。で、あれ？ちょ、あなた、ピュリさんじゃないですか！おや？ち、島風もいたのか。知り合い？そうですね。ピュリさんの機械を壊したのが私で。っていうかあなた、セイレーンだったんですか？ああ、ようやく分かってもらえた？お姉さん、嬉しくて泣きそうだよ。再会を祝して握手でもしない？ほーら。あ、はい。待って待って、島風ちゃん。セイレーンは警戒すべき相手ですよ。あ、そうか。これ、うかつに手を差し出したら、握手と見せかけてギューって思い切り手を握りしめられて、いてててててってやられちゃうやつですね。その程度で済ませてくれればいいけど。I mean, alright then. あらら。偽装も持たない私のことが怖いのかな。何よ。ならば、ピュリさん、握手しますよ。ほら。ただし、お先に、そちらが片手を差し出してください。島風は、それを両手で包み込むように握手します。思った通りだ。手を出してこない。そっちだって島風のことが信用できないんだ。ついでに、自分がやられたら嫌なことは人にもしちゃいけませんからね。今の流れでわざわざ手を出すやつはいないだろう。ええ、二人ともご挨拶はそろそろ終わりです。ここで何をしていたのか、ピュリさん、詳しく答えてください。別に何か仕掛けてたわけじゃないよ。そもそも協力者のことがあるから言えないな。おっと、口が滑った。協力者？悪いけどさ、私は今謹慎中なのよ。そろそろ戻らないとすっごくどやされちゃうわけね。おまけにさ、さっきから足につけた偽装を使って密かにサインを出してるな。仲間を呼んでるんだろ、ねえ嬢様。気づかれちゃいましたか。私は負ける戦いはしないし、今は戦いに来たわけでもない。この前のは脳幹だぞ、島風。またね。あ、待ってください。怖い口調だった。逃げられちゃいましたね。あれ、イラストリアスさん、どうしたんですか？そこの木の陰にどなたかいるみたいだけど、出てきても大丈夫ですわ。もうセイレーンはいなくなっていますよ。お、ビスマルクさん？ビスマーク。いえ、ごめんなさい。火星がいるかと思って様子を見ていたのだけど、出るきっかけも必要性もなさそうで、なんとも拍子抜けだ。おかげさまで。どうしてこちらに？暑かったから夜風に当たりたくて。そこでまさかこんな騒ぎに出くわすとは。お互い早く休みたいところね。皆様、ご無事ですか？助けに来ました。わっ、ビスマルクさんもいる。お怪我はございませんか？ええ、勇敢なお二人のおかげで、私は隠れているだけのそんな役回りだったわ。いえいえ。さて、明日の演習は鉄血の晴れ舞台なのでね、いろいろと準備があるので今宵はおいとまさせていただきたい。構わないわね？はい、構いません。この時の島風はどうしてイラストリアスさんが少し険しい顔をしていたのか分かりませんでした。島風はピュリさんと初めて出会った時のことを話しながら、金塊や島内で異常が発生していないかを皆さんと一緒に調べ回りました。どうやら本当にピュリさんは何も悪さをしなかったようです。
彼女が現れた。それ以上のことは私たちにはわからなかったんです。そして長い夜が明けました。 Quite a long night. Just dropped the controller again. Keeps happening. It's time for some more little events from the looks of it though. Ooh, an event battle. I might do that now, because after like 20 minutes of a long event, it's like, yeah, I'd like a little bit of a battle. It would be nice. It's just that sort of like, had I not ended the previous part where it was, this would have been a 50 minute part rather than a... Yeah. Whatever this part is, plus the last one. Yeah, right, so... Oh, the golden booty. Yes, indeed. Let's get these event battles! しまかせ、少し拙者との訓練に付き合ってくれぬか。え、光栄ですけど、なんだかいきなりですね。実はな、昨日もセイレーンの騒ぎがあったろう。そこにまたしまかせが居合わせたという。何かセイレーンを引き寄せる才能を持っていないか。正直心配で仕方ない。そんなはずはないと思いますけど。むしろそんな才能はなくしたい。おまけにもう一つある。何でも島風にとって強者とはアタゴだそうじゃないか。ん？あ、オブザーバーさんの時のですか。どうやら拙者は島風のことを甘やかしすぎているのではないかと、そう思い始めたのだ。The hell was that?すごい陶器が。島風にとっての良い師が誰であるかはっきりさせようぞ。 Well, alright then. I think we'll just go into it. We'll take the lucky charm. ゆっくりしましょう。 Yorktown? May. Another one with an eagle on her. There's a weird fascination with eagles over there, don't you? It's very strange.Not something like a lion. It's far more impressive. Far more impressive. Let's get you gone. That should be the end of that one. Do need to increase my health, etc. All around, do need to do some leveling up at some point. I can do that now, thinking about it, though, because I'm at a position where I've got some battles. Might do it after this part.冠された最強の名、決して怪我しはせ、全力で行く。行け！撃つべし、撃つべし。 Get everything fired out. 気合全開。 And that's all we did in terms of damage? Oh my. 直撃させる。 壊れたら修理してあげるにゃ。 It's here, yeah. チャージか。 これで決めちゃうよ。 外しはせん。Do need some leveling up, but I do feel it at this point. I'm hoping I can get a nice easy one like I did when I first did my big block of leveling up. It doesn't take too long, just have to destroy a few things, get quite a bit of XP. It's nice, that one, it's very nice. So I could just do the EX battles, whatever they're called.It's like, it's when that warning theme, when it's like that amount of damage isn't enough. Hasha! I'm just gonna go over to the hood and then fire everything they had, but. Alright, very well. Still an S. More than a little bit. これからもよろしく頼む。
So off to... Let's view this little event first. Ayanami and Long Island are talking together. Long Island. またセイレーンが現れたようなのです。そうは言うがな、アヤナミ。今回被害は何もなかったそうだね。幸いなことだよ。みんなの警備のおかげなのね。もちろん幽霊さんたちも実質の警備をしていたわけだがね。はい。それについては最強クラスの警備だと自負できるです。ただこんなことが今後も続くとなると眠りにくくなるです。いつどこから出てくるかもわからない相手、ずっと気にしていてはこっちが持たないよ。違うの？我々は危険と隣り合わせながら日々を楽しく過ごすなの。ロングアイランド、その心意気はかっこいいです。それで綾波、他に要件はないのかい？今日は何も持ってきてくれなかったのかね。いえ、中央の熊野さんのおすすめ曲を初回限定版でお持ちしてます。お聴きくださいです。ほうほう、お主も気が利くのよ。あ、かなりいい曲なのこれ。気に入っていただけて何よりです。最近ヘビーローテーション中なのです。これは後で幽霊さんの一押しも重ねば。楽しみにしているといいでござる、ナノ。I'm not that big of a fan. They're speaking a bit strangely, but they seem to be having fun. Best to leave them alone. It's not a bad song or anything like that. No, 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 no. But yeah, it's just sort of like, eh. Event battle with unicorn! What the? 戦闘ですね。Looks like Unicorn is practicing with Kaga.先ほどよりはよほど早く飛ばせるようになったのではないか。ううん、こんなんじゃまだダメ。セイレーン相手じゃ足りないよ。何がいけないんだろう。そうさな、目利き、方位と射角を割り出す精度、そして何より艦載機を操る己自身を信じることだ。先を行く艦載機よりさらに先を思い描く、そして力まず送り出す。わー、すごい。あんなに早く遠くまで。私よりお前の方が才覚がある。あとは練習を重ねるだけだ。幸いセイレーンどももそこまで慌ただしくない。練習するくらいの時間は取らせてくれる。私、加賀さんより上手にできるなんて全く思えないよ。そんなことはない。なんせ私は最初艦載機を扱うこと自体から逃げたからな。上手に飛ばすとか以前の問題だった。少し意外。恥ずかしいが本当の話だ。私のせいで随分と大勢に迷惑をかけた。今こうして何とかやれているのは天城さんのおかげだ。天城さん？ああ、赤城のお姉さんだな。天城さんには今でも教えてもらったりするの？うん、聞くことはある。彼女はうんと近くてとても遠いところにいるからな。この海をどこまで行っても見つけることはかなわないが、目を閉じるだけでいつでもあの人に会うことができる。それってもうその人は湿っぽい話をしてすまなかった。ごめんなさい。いいんだ、昔のことだ。私が技術を磨くのは過去との決別のためでもある。しかしこの世の誰しもが過去を引きずることもなかろう。ユニコーンはあくまで自分のペースで鍛錬すればよい。なんならそこでずっと立ち聞きをしている我ら獣王の指揮官、少し付き合ってくれないか。 I was gonna say maybe we can help in that regard. はい。演習で見ただろう。
なかなか楽しい戦場を起こせるものだ。お前も遠慮なくやるといい。はい、よろしくお願いします。Jump straight into it. Yes, I suppose. Oh, Rodney! He's got the little boats again. If you like the little boats. Up that way. Oh, I was hoping that would hit. A bit better there, but okay. It didn't, but it's fine.They're not doing that much damage really now, are they? These torpedoes. I need more, power-ups and more stuff, and yeah, I need to sort that out. Right, green arrow! Watch out for those things above us. I have here, sorry, but I'm gonna have to destroy you. I have to, yeah. I say destroy you, and I barely did anything, really.立てついたこと許しはいたしません。優雅に参りますわ。増援が来たみたい。It's just not got the firepower that I had before, have I? Might be levels, might be my setup and stuff like that. I basically need to play around, probably in between the parts, really. Feel that this might be our point. To go do that.Grab it in it. Get out of there, get out of there. Any problem with switching? Not that kind. I know there's some people who'd be like, oh, no. Like, you know what I meant. Let's get rid of these little guys. Will it reach it? Will it destroy it?Barely anything, Nep. Barely anything. It's kind of disappointing when you get down to it. Oh dear, oh dear. There we go. Job done. Battle clear. Getting better at the spin at the end. I suppose.きっかけをつかめたか。よし、ご協力感謝するぞ、島風指揮官殿。Right then. Right, so let's use this as an opportunity to end this part. In the next part, I will have done some leveling up, hopefully, and got some more equipment, all that type of stuff, and then we'll go off and view these other events.Before I assume a main event will show up, and we can mess around with that, carry on with the story, and take out a certain other navy. So, we shall see you in the next part. Da, da, da.